交流戦4カード目ジャイアンツ対マリーンズの初戦のハイライトです。ジャイアンツの先発は戸郷翔征、初回は三者凡退で立ち上がりました。そして今日はマリーンズの先発は完全試合も達成した佐々木朗希でしたが、その佐々木から初回打撃好調ウォーカーがツーベースヒットで出塁します。ただその後の吉川尚輝、さらには岡本をいずれも変化球で連続三振、初回こちらもゼロで立ち上がりました。2回の佐々木朗希です。ポランコのもう少しでホームランかというそんな当たりで、これがスリーベースになりましてチャンスメイク、先制のきっかけを作ります。ノーアウト三塁として打撃好調売り出し中増田陸、バットを短く持って逆方向、徹底したこの佐々木朗希対策でまずはジャイアンツがこの佐々木から先手を取ります。3回です。オープン戦で佐々木朗希から満塁ホームランを放っている岡本が今日もやってくれました。リーグトップになります第16号ツーランホームラン、これで防御率1点台だったという佐々木朗希から3点を早々に奪います。4回です。中山のピッチャーの前の当たりに、この時にベースカバー入ったんですがボールをこぼしてしまいまして佐々木朗希にエラーがつきました。そして丸のライト前タイムリー、このプレーですが井口監督リクエストを要求しますが判定覆らず、これで4対0。5回です。吉川尚輝のまずは2投スチール成功、さらにはこの後3投まで成功させて、まあ、足で揺さぶってきたというそんなジャイアンツ吉川尚輝、さらにはこのポランコの当たりがタイムリーツーベースになりまして、これで5対0。佐々木朗希はプロ最多の5失点という格好になりました。そして6回の裏です。バッターボックスウォーカーのところ、ショートエチェバリアが素晴らしいプレーを見せましてバックが盛り立てます。そしてラッキーセブン戸郷が7回もマウンドに上がりました。代打の角中をしっかりとピッチャーゴロで打ち取って、続く佐藤俊也、ここもショートゴロに打ち取りまして、戸郷は7回無失点の好投、まあ、前回は完投しましたが3失点で敗戦投手、悔しい思いがありましたが今日は残りのイニングを託しました。変わったデラロサでしたが、ただここはレアードに特大の一発、第9号スリーランホームランを浴びまして、この時で5対3、2点差まで迫りました。ただエラーから作ったチャンス、今シーズン初打席の今日昇格してきた重信がセンター前にタイムリーを放ちまして6対3。ここからジャイアンツの終盤の猛攻が始まります。重信がタイムリーに続いて盗塁も果たしまして、その後ウォーカー猛打賞となる2点タイムリーヒット、一気に2人が帰ってこれで8対3、リードを5点に広げます。そして2アウトランナー2塁1塁のところ、代打中島がこちらもレフト前へのタイムリーで、これウォーカーが三塁ベース回って好走塁見せまして、ここもリクエストあったんですが判定覆りまして、これがアウトの判定だったんですがセーフになりました。これで9対3。8回の裏増田陸、続いてまたセンター前へタイムリーを放ちまして、これで2桁得点10対3。最後は9回平内がマウンドに上がりましてライトフライで試合終了、10対3でジャイアンツが勝利を収めました。佐々木朗希は今シーズン初黒星となりました。